書籍中では日常の中に潜む認知症発症の危険因子と予防策を挙げていらっしゃいました、はい、今すぐにできる認知症予防対策いくつかご紹介いただくこと可能でしょうか。まあ、イギリスの研究では認知症に将来認知症になるリスクというものが14個紹介されております。その中の14個は治療すれば改善する見込みがあり、それをきちっとやれば45% 認知症を予防できる可能性があるというふうに言われています。でその中は多くはですね、中年期、ですね、中年の頃からきちっと治療しなさいということになっています。具体的には例えばタバコですとか糖尿病、コレステロール、高コレステロール血症、あと肥満、あと過度のアルコール、こういったものを予防すれば将来認知症になるリスクを減らせますよと言っています。大切なことは中年期からきちっと治療するということが重要というふうに言われています。と今おっしゃっていただいたのは認知症の中でもアルツハイマー型認知症に特化したお話というような認識でよろしいでしょうか。今の予防は、はい、認知症全体ですね。はい、ご存知の通り認知症というのはいろいろな病気で起こります。でその中で、一番頻度が高い、6割から7割はアルツハイマー病です。ただアルツハイマー病以外の病気で認知症になることもございます。例えば脳血管性認知症、いわゆる脳卒中ですね、それを繰り返すことによって認知症になる方もおられますし、あとはアルコールをたくさん飲んでしまう、あと頭部を外傷する、そういったことで認知症になる。ただし、やはりアルツハイマー病が一番数が多く、頻度が高いものですから、アルツハイマー病の治療というのが一番重要になります。もし家族や介護者が、この人認知症かもしれないなっていうふうに感じた場合、どういった点に着目すべきでしょうか。まず一番はですね、認知症の症状、典型的な認知症症状は記憶障害になります。記憶障害、ご高齢になればどなたでもある程度あると思うんですけれども、大切なことは忘れてしまった記憶に関して、例えばヒントをあげるとはっと思い出すことがあります。その程度でしたらばまだ心配いりません。特にヒントを出しても思い出せない、もしくは答えを言ってもポカンとしてる、すっかりなくなっちゃってる場合、こういった物忘れの場合は認知症の可能性が高くなります。認知症かもしれないなと思った時の受診の目安のようなものがありましたら教えていただけますか。今はですね、早期治療というのが本当現実的になりました。この後お話しすると思います。レカネマブというのが登場しました。レカネマブというのは早期の患者さんに効果を発揮します。ですからおかしいな、ちょっと心配だなと思ったらば、速やかに認知症専門医には受診をして診断をして、早期から治療することが非常に僕は重要だと思いますので、今まで以上に疑ったらば受診していいと思います。はい、今レカネマブという治療薬の名前が出てきたんですけれども、こちら2023年9月25日に日本の厚生労働省が承認しまして、最近2024年8月1日にですね、やはり同じアルツハイマー病の治療薬のドナネマブの製造販売が承認されました。レカネマブ、ドナネマブというのは従来のアルツハイマー病治療薬と比較してどのような違いがあるのでしょうか。従来からありますアルツハイマー病の薬、抗認知症薬というのはドナペジルというお薬が代表になりますが、その薬というのは症状を底上げするお薬がであります。それを飲んでいますと、例えば認知機能の点数が上昇します。ただその後またやはり進行してきます。認知症というのは進行する病気なんです。ただその進行のスピード自体は変わりません。つまり私は下駄が履いた状態にはなるんですが、下駄を履いた状態でやはり進行はしていきます。下駄を脱いでしまう、つまりお薬を飲むのをやめてしまうと、飲んでない時とすぐに、同じ状態に戻ってしまう。そういったお薬が従来のお薬、ドネペジルを代表するお薬でございました。で今回のレカネマブ、ドナネマブというお薬はアルツハイマー病そのものの原因であります、脳の中に蓄積するアミロイドという物質、これがアルツハイマー病の原因になるんですが、そのものを溶かしてしまう作用があります。つまり病気自体を治すというお薬になりますので、レカネマブ、ドナネマブを投与すると、効果はすぐには出ませんけれども、長期的に見ると進行が
実際にゆっくりになる作用があります。つまり病気自体を治すというお薬になりますので、レカネマブ、ドラメムを投与すると、効果はすぐには出ませんけれども、長期的に見ると進行が実際にゆっくりになるということになります。今回、レカネマブ、ドラメマブの治療研究の評価の仕方としては、CDR、クリニカルディメンチアレートという指標を主要評価項目になっています。これは、記憶障害、だけではなく、例えばトイレに自分で行ける、買い物に行ける、あと趣味がうまくできるかとか、そういった日常生活の評価も含めた点数であります。0点から18点で評価をされています。0点が正常で、18点が最悪ということになります。その評価で、レカネマブは1年半投与すると 0.45 点、差が出るということになります。ですから、初めは効果は少ないんですが、長期間、1年半、今は3年のデータが出てますけど、投与すると、投与してない方との差がっていうのがどんどん広がる。そういうお薬です。レカネマブとドナネマブには、どのような違いがあるのでしょうか？両方とも抗体で、アミロイドをターゲットにした抗体です。それにくっつくことによって、アミロイドをクリーンアップする作用があるんですけれども、このアミロイドというのは、一つの分子から複数固まったもの、それから、たくさん蓄積したものといった段階を掘って、熟成していくっていうんですかね、状態になります。で、その熟成した、一番熟成した状態、これはもう顕微鏡で覗くと、病理学的には老人斑と言われる、いわゆるシミのような状態になります。で、ドナネバブはこのシミ、を主にターゲットにした抗体です。レカネマブは、このシミ、老人斑の一歩手前、アミロイドが数個、もしくは数十個固まった状態、プロトフィブリルと言いますけれども、そこをターゲットにしたのがレカネマブの、というお薬です。多くの、最近の研究では、プロトフィブリルの方が実際の毒性を担っているのではないかというふうな研究が、あります。レカネバブはプロトフィブリルをターゲットにしています、はい、でちなみにドナネバブは、蓄積したもの老人斑ですね、それをターゲットにしています、はい、ただそれじゃあ老人斑をターゲットにしてドナネバブは効果がないかというと、この、アミロイド、そして複数蓄積したプロトフィブリル、そしてプラークですね、この3つの段階っていうのは平行状態にありますので、老人斑が減れば当然プロトフィブリルも減るということになります。ちなみにプロトフィブリルが減れば老人斑も減るということになりますね。全部平行状態になるので、どれかをターゲットにすれば、バランスよく減ってくるということになります。今後レカネマブ、ドナネマブのようにアミロイド β に作用する新薬が開発承認される可能性はあるのでしょうか？はい、今ですね、レカネマブ、ドナネマブ、改良版というものが非常に注目されています。例えば今両方とも点滴治療になりますけれども、点滴する場合は病院に来て点滴しなくてはなりませんが、皮下注、自分で打つ薬剤というものが開発されています。そうなると病院に来る頻度が少なくなり、お家でお薬を投与することができるようになり、患者さんの負担が減ります。それが一つ。また、今現在点滴で投与している場合、脳の中にお薬が届くのは 0.1% と言われています。非常に効率が悪いんですね。ですからその抗体自体を改良して、より多く脳に効率よく入るお薬っていうのが開発されています。そうすると、お薬の量も少なくて済みますし、おそらく副作用も少ないんじゃないかというふうに言われています。その2つ、2種類がですね、今後注目されると思います。それは今もうすでに治験段階にあっております。はい。自分で打つ注射については、おそらく1、2年ぐらいでは、承認されるんではないかと期待しています。はい。それから、それ以外にもう一つ、アルツハイマー病では重要な治療のターゲットがあります。タウというものです。先ほど申し上げましたアミロイドというのが諸悪の根源であるんですが、アミロイドが蓄積すると、それの次にタウというものが蓄積します。これが神経細胞に直接悪さをしているというふうに考えられています。で、今後の治療のターゲットはこのタウ
というものを減らすお薬というものの開発が非常に盛んになっています。実際にレカネマブやドナネマブのように抗体を使ってタウを減らすという治験が始まっています。最短でうまくいってそのタウを除去するお薬というのは何年後ぐらいに承認されるのでしょうか。わかりません。それは難しいですけれども、同じようなレカネマブの治験というのが始まっていますので3年以上はかかると思いますね、はい。同じようなレカネマブの治験というのは、レカネマブの治験というのは1年半ですね、さらに、それからオープンラベルで延長しての結果なので、3年以上はかかりますね、冒頭の部分でも先生おっしゃってたんですけれども、書籍中でもアルツハイマー病の早期治療の重要性というのを強調していらっしゃいました。なぜアルツハイマー病の早期治療というのはそれほど重要なのでしょうか。はい。先ほどもお話しましたように、抗アミロイド抗体の治療というのは、初期の認知症、もしくは予備群の人たちが治療効果が高いと言われています。ただ、私どもとしてはもっと初期、つまり、アミロイドは脳の中に溜まっているが、認知機能の障害がない人たち、これ今、全臨床期でアルツハイマー病と言いますが、その方々のに治療するということが、今、治療研究が進んでおります。私としては、早ければ早いほど、このレカネバブ、ドナネバブは効果が高いと考えています。つまり、症状がない状態で治療をする、いわゆる予防になりますね。予防が私は重要と思いますし、世界の研究の中でもそこに集中しております。今、レカネマブについては、早期治療についての治験が行われているということなんですけれども、はい、これかなり長期的な治験になるのですか？そうですね。今、レカネマブ、ドナネマブでもですけれども、いわゆる認知症の症状はない。ただ脳の中にはゴミ、アミロイドが溜まっている人たちに治療していますが、その方々から認知機能が落ちるというのは、数年以上先になるんです。で、将来認知症になるのを予防できたかどうか評価するのは、非常に長い期間治療が必要になってくるわけです。ただそれでは、治験としては大変なので、今現在は、例えばアミロイドペット、もしくは血液で、アミロイドを異常感知する、そういったバイオマーカーで効果があるということで評価をするという研究が進んでいます。FDA にしろ、日本の厚生労働省にしろ、そのデータで承認するというのは可能なんでしょうか。今までそういった事例というのはあるんでしょうか。なかなかそこが一つの障壁になると思います。それは今後のデータを踏まえて、FDA または日本の厚生省がどう判断するかになりますが、それが今後の非常に大きな壁になると思います、先生はアルツハイマー病の早期発見に欠かせない手段として血液検査の重要性というのを非常に強調されていらっしゃいました。血液検査のメリットについて改めてご説明をお願いいたします。血液検査に関しては今現在保険承認されておりません。それはエビデンス、科学的根拠がまだ乏しいということなんですが、ここ 2,3 年非常に研究が進んでおります。特に技術的な革新に伴ってきて、もう非常に高いレベルで診断することができるようになりました。血液の検査っていうのはご存じの通り採血するだけですので、しかもそれほど高くないアミロイドペットのように高価ではないので、それこそ人間ドックや集団検診でもできますので、血液検査の認知症の診断が保険承認されると爆発的に普及をして、そして、より早期の認知症の患者さんがたくさん見つかると、診断できるということになります。近々、アミロイド β を検出する血液検査が、FDA なり、日本の厚労省なりが承認する可能性というのは比較的高いというか。高いと思います。はい。最近のアルツハイマー病の、研究レベルでの診断法も血液でのデータでもアルツハイマー病と診断してもよろしいのではないかという論文が出ています。ですので、非常に近い将来、血液でのアルツハイマー病の診断、または日本では保険収載される可能性は極めて高いと思います。アルツハイマー病の早期発見、治療の障壁となるものとしてどのようなことが考えられるのでしょうか。やはりエビデンスがないということですね。全臨床期認知症の方に治療をした場合に、それが本当に認知症を予防するかどうかには研究
期間が非常に長いかかるので、バイオマーカーでそれで、良しとされるかどうか、承認されるかどうかっていうのが一つですね。あと、まあ、障壁としてはですね、治療した場合に、予防として治療した場合、場合によっては、まあ、非常に長い期間投与治療しなくてはいけないことになります。まずコストの問題がありますよね。レカネマブ、今1年間、薬価で300万、まあ、3割負担で100万円近くかかりますので、まあ、コストの問題があります。それから、もちろん副作用の問題がございます。レカネマブ、少ないですけれども、脳の中のむくみ、それから脳出血が起きます。症状が出る方は非常に少ないんですけれども、やはり 3% の方が症状のある副作用が出てしまいます。健康な方に治療する場合、まあ、3% 副作用が出てしまったら、それはよろしくないということになります。まあ、ご存知のとおり、ワクチンとありますね。あれは予防ですね。あれも、健康な方に投与する。ただ、まあ、かなりの、方がワクチンの後遺症、もしくは、まあ、発熱で、まあ、ご苦労されている方が多いと思うんですけれども、健康な方に治療する場合っていうのは、とにかく副作用はもう限りなく、少なくなくてはいけないので、そこが大きな問題になります。今後のアルツハイマー病の治療に対する期待や、先生ご自身の研究を通して実現したいことなどがありましたら、ぜひ教えていただければと思います。まず一つ、今のアルツハイマー病の治療、まあ、レカネマブの登場によって、早期に治療しなくてはいけないということは申し上げました。まあ、その考えの一つとして、がんがあります。がんは、例えば、がんの疑いがあると感じた場合に、皆さんすぐに検査をして、すぐ治療しますよね。というのは、ほっとくとどんどん悪くなって、手遅れになるわけです。ですから、今、実はアルツハイマー病とがんと同じような考えで、手遅れになってはもう治療ができないので、疑わしいと思ったら、すぐに認知症専門医を受診してください。実は私どもの外来ではですね、まあ、レカネマブを承認してから、今120人以上の人がレカネマブの投与を希望して来院されています。実はその半分の人が適応外でした。そのほとんどの人が手遅れだったんです。いわゆるミニメンタルステートエグゼミネーションという検査で22点未満だったという方、もしくはアルツハイマー病の方っていうのは少しずつ脳に小さい出血が出てきます。これがある程度、ね、増えてしまうと投与することができない。適応外になります。ですので、半分の方が投与できなかった。非常に残念です。私ども本当に辛い思いで、あなたはちょっと手遅れでしたということで、投与はできませんということになります。まあ治療の機会を失ってしまいますので、怪しいと思ったらすぐに受診してください。しかも早ければ早いほど治療の効果は高いので、ちょっと様子見ようというのはなしです。はい。それが一つですね。あともう一つ、先ほどもありました血液での検査というのがおそらく、まあ、今後、承認され、普及すると思います。まあ、私の長期のビジョンとしては、まあ、人間ドック、もしくは集団検診で血液をチェックをして、そこで異常が出た場合、もうあなた脳の中にアミロイド、ゴミが溜まってますよということで、症状がなくても治療を始める。まあ、いわゆる、僕はデトックスブレイン、脳のデトックスと言ってますが、もう始めてしまって、そしてアルツハイマー病を回避する、つまり保たれた認知機能で豊かな老後、まあ、天寿を全うする、そういった高齢化社会を実現できないかというふうに思って、まあ、実は研究レベルとしてはそれをもう始めております。これはですね、まあ、内科医からすれば当たり前のことで、糖尿病、あとコレステロール、脂質異常症という人、で健康診断で、あなた血糖高いですよっていうと、まあ、ほとんどの人は症状ないですね。あなたはコレステロール高いですよって言ったら、ほとんどの人は症状ないですよね。だけど、後に、例えば心筋梗塞とか、腎臓が悪くなったり、それを予防するために、もう症状なくても治療してますよね。それが、アルツハイマー病で同じことを実現したいというふうに思っています。